戦に立ち会うために東京ドームに戻ってきました。いや、この東京ドームといえば、イチローさん現役最後の試合はこの東京ドームでしたね。あ、そうですね。でも東京ドームにはいい思い出しかない。ね、思い出します。この決勝戦を戦う二人にここで登場していただきましょう。翔太さんと那須さんが登場しました。それでは一郎さん、これから戦う2人ですね、